いわき市で避難生活を続ける沢上栄さん。双葉町の自宅は拠点区域外にあります。やっぱり10年待ってたんでね、スピード感持ってね、やってもらいたいね、復興拠点の避難指示が解除されれば、 JR 双葉駅の西側に整備中の公営住宅で暮らそうと考えていました。しかし政府が避難指示の解除に向けた方針を決定。我が家があった場所に帰還できるようになりますが、自らの年齢も考えると思いは複雑です。できるだけ体が元気なうちに戻るんだったら戻りたいし、もう私としてはそんなにあと9年10年はもう、ちょっとね、わかんない先のことはね。今年はどうですか、稲の方の生育の方は。今年はこんなにいい天気だからね、双葉町に戻ったら震災前と同じように米作りをしたいと考え、避難先でも農作業を続けています。やってないとね、だんだん忘れるってことはないけども、なんていうかね、感覚は分からなくなってくる。今年5月、沢上さんの自宅がある地区で米の試験栽培が始まりました。自分の土地で稲作を再開したい。沢上さんは自宅周辺だけでなく、米作りに必要な範囲も除染が行われることを希望しています。田んぼって水路とか排水、用水路とか排水路とかみんなつながってるんですよね。これはある程度面積をまとめてやっていかないと、これどうにもならないなと。